で、アルコールの燃え方について、次行きたいと思います。アルコールの燃え方ですね。はい、アルコールランプで有名なアルコールです。はい、アルコールの炎、はい、読んでいきますね。全体が薄暗く、外炎、内炎、炎心の区別はろうそくほどはっきりしません。はい、アルコールランプの芯を大きくして燃やすと、炎が大きくなり、はい、内部に空気が入りにくくなるので、3つの部分に分かれていることが分かります。はい、アルコールの気体は空気と混ざりやすく、はい、この炭素とかはちょっと比較的こう、混ざりにくいんですけど、はい、アルコールの方は、気体は空気と混ざりやすいんですね。うん、だからあまりね、この不完全燃焼っていう部分はなくて、うん、いきなりこう完全燃焼に近い燃え方をするということなんですね。はい、じゃあ次のページいきましょう。はい、はい、でまた成分の炭素の割合が少ないのですすができにくいことから、もう明るい内炎もできにくくなります。はい、ね、炭素も、あるのよ。だから、実はこのね、アルコールもこの2つなんです、主な成分として炭素水素、うん、なんだけれども、うん、ロウに比べて炭素は少ない、うん、割合としては少ないね。はい、だから明るい内炎もできにくいとね。はい、完全燃焼に近い燃え方をするので、アルコールの、炎の温度はろうそくよりも高くなります。はい、ろうそくだったらね、最も温度が高い外炎で1400度ぐらいですけど、ね、アルコールの炎は、1700度ということですね。はい、ということを、ちょっとね、うん、区別、うん、ただ主成分はここにちょっとね、書いてないですけれども、うん、ろうと同じだと思ってください。炭素と水素ですね、うん、だから燃えると、二酸化炭素と水は確かに発生します。はい、じゃあ次ですね。はい、アルコールが燃える時の変化。はい、アルコールランプの芯に火をつけると、芯の先で炎を上げて燃えます。はい、芯に触れなくても火がつくのは、アルコールは気体になりやすい性質で、芯の周りに気体が出ているからですね。ろうそくよりも気体になりやすい、ね、で目に見えないけど気体が外にボーッと出ている状態なので燃えやすいということですね。はい、うん、ここに書いてますね。アルコールに含まれる成分はろうそくと一緒ですが、はい、水素の割合が多くなっています、ね、こっちが少なくてこっちが多いみたいな感じです、ろうに比べてね。はい、うん、で燃やすと、水と二酸化炭素ができます。すみませんね。はい、